88名の神経障害の方に対して、身体活動量の評価、あとは運動対応のですね、持久力の評価、あとは精神機能を調べる評価、あとは歩いてる時のふらつき具合っていうのを評価して、どういう関係がありますかっていうので調べてみたんです。で、そしたら、歩き方が悪いっていうことが直接身体活動を下げるかと言われると、これは認められなかったんですね。これはなかったんです。だけどその代わりに、歩き方が悪いと、フラフラしてると、持久力が落ちると。運動対応能が落ちる。運動対応能が低いから、身体活動量、日常生活の活動量が落ちる。こういう関係性が分かったんですよね。じゃあなんで、神経障害の方の歩き方が悪いのかっていうと、もちろん感覚機能の問題もあるんですけれども、我々普通に歩いてるときっていうのは、手動作筋と拮抗筋っていうのが、うまく収縮と弛緩を繰り返すことによって、関節が滑らかに動いてるわけですよね、我々っていうのは。これがですね、調査してみるとですね、神経障害のある方っていうのは、感覚のフィードバックが悪いっていうのもあるんですけど、うまく歩いてるときに筋肉使えてないんですよね。なので、なんていうんですかね、滑りやすい上を歩いてるような感じですか、我々が氷の上を歩くような。極端に言うとそんな感じで、硬く小さい歩き方になっちゃってるんですよね。だから無駄な力を使ってしまって、負荷が強くなっていると。ということが考えられるわけですね。感覚機能が悪いから、フィードバックされないと。だから、うまく体が使えてないっていうのが一つのルートになっているわけですね。神経障害の方は。なので、じゃあ感覚機能を良くしてあげれば治せるんですけど、やっぱすぐには治らないわけですよね。長い時間かかるわけですから。その中の一つの方法として、音刺激を用いた介入っていうのがあります。なんか我々だとパーキンソンの方によく使ったりとかしますよね。音のリズムについて歩きましょうみたいな。っていうものを、神経障害抱えてる方々ってフィードバックが悪いですけど、何か違う指標を使ってあげれば上手に歩けるんじゃないかなと。特に手足、筋力低下落ちてると言っても ADL が下がるほど落ちてない方が多いので、そういったような代替手段を使えば直せるんじゃないかなってちょっと考えたわけですね。で、実際にやってみたらですね、音刺激をした人たちっていうのは、同じ人で前後比較すると歩くスピードも速くなったし、歩幅も増えたし、一番直したかったですね、足が拮抗筋と手動作筋が一緒に収縮しちゃうやつ、これも減少させることができたし、ふらつきも減ったと。いいこと尽くしだったわけですね。じゃあ実際コントロールと音刺激をした人たちで比較してみたんですね。どのぐらい変わったんですかって調べてみたら、足のその同時収縮ですね。これが、やっぱり音刺激を使った方がしっかり直すことができましたと。で、歩き方のふらつきも、音刺激を使った方が、しっかりとふらつきが減ることが、証明できましたということで、やっぱり代替手段としてこの音刺激をね、使った介入っていうのは、それなりに直すことができるんだっていうことが、明らかになりました。